皆さんこんにちは、ガジログです。今回はファーウェイバンド9のおすすめ設定ということでご紹介いたします。先日出しました初期設定動画でもご紹介したものと若干被る部分もありますけども、より一層使いこなしたいということであればぜひねこの動画を参考にしていただければと思います。ということでまず一つ目からご紹介いたします。では本日も行ってみましょう。まず最初になりますけども、こちらの文字盤になりますが、先日公開しました初期設定動画では文字盤のカスタマイズについてご紹介しました。今回はこの文字盤の中でこの部分ですね、ギャラリーっていうのがありまして、すでに文字盤の画像を書いてあるんですけども、ここの部分に自分の好きな写真や画像を貼り付けることができます。例えば子供の写真だったり、ペットの写真だったり、お気に入りの推しのね画像だったりとかね、いろんなものをここに貼り付けることができますので、その方法どうやるかについてご紹介したいと思います。まず準備するものとしましては、ファーウェイヘルスケアのアプリがあります。いわゆるアップギャラリーからダウンロードしたファーウェイヘルスケアのアプリとなっています。このペアリングしてある状態になりますけども、このね画面があると思います。そしてねこの文字盤のところのその他というところがありますので、こちらを開きます。この画面になりましたら、今度はマイ文字盤というのがありますので、このね上の部分をタップします。次にこのウォッチ内のところに、ここですね、ギャラリーっていうのがここにあると思いますので、こちらをタップしていただきます。そうしますと、先ほどお見せしましたギャラリーのところに入っていたこちらの画像、ファーウェイバンド9のサンプルの画像になっているわけですけども、ここにですね好きな写真を割り振ることができます。もうすでに入ってしまっていますが、一旦ねちょっと消してみたいと思います。そして保存をします。そうしますとね、ここ空っぽになったことがわかります。では改めましてね、好きな画像をこちらに貼り付けたいと思いますが、どうやるかと言いますと、ここのねプラスのマークがありますね。ここをタップしていただきますと、カメラかギャラリー、もしくはね iPhone の方だと写真とか出てくるかもしれませんが、このあたりの表示方法については臨機応変ご対応をお願いします。ではまず最初にカメラをねちょっと選んでみたいと思います。そうしますとカメラがね当然立ち上がってくるわけですが、被写体としまして同じくファーウェイのフリークリップというワイヤレスイヤホンがありますが、こちらをねちょっとサンプルとしてやってみたいと思います。ピントが合いましたらシャッターボタンを押します。ではこれをこのレテンのところで決定を押します。そうしますとこのね四角の範囲の中でサイズをこのように縮小したり拡大したりしてベストの状態にね持ってきていただければと思います。この感じで良ければね、この右上のレテンの部分ありますので、ここで OK を押します。そうしますとね、こんな感じでいいですかという風なサンプルが出てきます。ここ時計の部分とね曜日日付の部分がありますが、下部となっています。これを上部にしますと、こちらの上の方に移行します。まずこれをねどっちにしますかということになりますが、バランス的には下かなという感じです。そして OK を押しますね。そうしますとね、だいたいこんな感じですよと決まってきました。でさらにですね、下の方にスタイルというのがありまして、時計の文字のフォントを切り替えることができます。この中で好きなものがあればということになりますけども、今回はね人が書いたような文字に変更してみたいと思います。さらに時間の色っていうのも出てきましたが、ここの時計の色の部分を別のカラーに変えることができます。今回はこういったねちょっとオレンジにしてみたいと思います。さらにですね、この下の方また見ますと、データ表示の編集というのがあります。右上、右下、左上、左下っていうところに歩数とか心拍数やストレス測定、バッテリーの残量表示とかね、いろいろ割り当てることができます。今ね左上の部分どうしますかというふうになっていまして、ここをじゃあバッテリーにね変えてみたいと思います。バッテリーの残量表示になりました。さらに右上の部分は歩数にしてみたいと思います。では左下の部分はストレス、では右下は心拍数を貼り付けたいと思います。さらにね下を表示しますと、持ち上げて新しい画像を表示と出ていますね。これは画像がランダムに選択されて表示することができるということです。今回はたったね1枚だけここに貼り付けてありますので、特定の写真だけ表示し続ける形にしたいと思います。そして全ての画像にスタイルを適用とありますが、フォントスタイルやカラー、そして各サイドのコンプリケーションですね、写真を変えたとしても全てのスタイルとして適用する場合はここをねオンにしておいていただければと思います。ではこれでいいので、ここで保存を押します。画像を転送中になりました。ゲージが動いていますね。来るでしょうか。はい、来ました。適当にやってしまいましたので、こんな感じになりましたけども、自分のね作った通りに文字盤が変更されました。ちなみにですね、この貼り付けました各サイドのコンプリケーションタップしてみたいと思います。しっかりねその機能にアクセスすることができるショートカット機能を持たせてあります。
こんな感じでコンプリケーションもしっかり動作しますので、思い通りの好きな画像を貼り付けて効率的に使うことができるんじゃないかなと思います。よろしければぜひやってみていただければと思います。では一旦ね、文字盤をこういった感じに戻しまして、次のおすすめ設定をご紹介いたします。それはですね、装着時のみ通知を表示といったものになります。このように使っていない状態でも通知がバンバン飛んできてしまうと、無駄なねバッテリー消費っていうのが起きてしまいます。例えば寝ている間はこのファーウェイバンド9使わないっていう方もいらっしゃると思います。ただ夜中に来る通知っていうのもね、何かしらあるかもしれませんが、その時に通知がね届いてしまいますと、画面が点灯したりバイブがブルッと触れてしまったりすると、そう大きくはないかもしれませんが、無駄なねバッテリー消費っていうのが起きるかもしれません。もしくはねブルッと震えますので、ちょっと音がね鳴って目覚めてしまうということもあるかもしれません。ですのでここにね腕に装着している時だけ通知を欲しいっていう設定にしたいと思います。その方法としましては、上から下にスワイプしまして、コントロールパネルを開いて設定に入っていただきます。この設定項目の中の通知というところがありますので、こちらを開いていただきます。まず画面を起動っていうのがあります。そしてこの下のところに装着時のみ通知を表示っていうのがあります。ここの部分が、オンになっているかどうかになりますね。バンドが装着されている場合にのみ通知が表示されますと出ています。ここがオフになっている方がいらっしゃいましたら、オンにすることをお勧めしたいと思います。そうすれば先ほどご説明したように、バンドを装着していないときは通知がね表示されなくなりまして、無駄なバッテリー消費やバイブ振動がなくなります。そして次にこのホーム画面の右スワイプですね。これカスタムカードと言われているものになりまして、ここでね一目で心拍数の測定の履歴を確認したりすることができるようになっています。じゃあこれどうやって編集するのっていうことなんですけども、長押しをします。そうしますとこういった編集画面が出てきまして、まずこの画面そのものいらないっていうことであれば、バッテンを押していただけば、もうごっそりねこの1ページごとなくなります。一回やってみたいと思います。このカードを削除しますかとありますので、OK を押します。では確認になりますが、すぐ右側にあったページがごっそりなくなってしまっていますね。では次に追加をしてみたいと思います。その場合はこのプラスのマークねありますけども、ここをタップします。そうしますとね、お気に入りを追加というのが出てきまして、健康、スポーティー、活動記録、そして心拍数、追加されていないものはさらにここから追加していくことができますね。そしてストレス測定のこういったグラフも表示させることができますが、今回ねこのストレスを追加してみたいと思います。そしてサイドボタンを押していただきますと、さらにね一番右側にストレス測定の履歴のグラフが見れるようになりました。こんな風にしてカスタムカードを自分のよく使いたいものを入れ込んで、もしくはいらないものに関しましては削除ということができるようになります。ということで、よくワークアウトされる方にとってはやはりですね、ここの中のスポーティーという項目が必要かと思います。でこの項目の中をさらにカスタムしたいと思います。そうしますとこういった編集画面が出てきまして、ここのカスタムっていうのがありますね。ここタップしますと、各アイコンのスポーツモードを別のものに変更することも可能です。ではこのね同じものが2つここ屋外ボーキング並んでいますので、左上の部分をタップしてみたいと思います。そうしますとこの中から今ね選んでくださいということで、3つしか今出ていませんね。これなんでかっていうことになりますが、実はですねこの後にもねご紹介していくワークアウトの項目の編集があるんですが、ワークアウトの編集の結果表示されているものからしかここで追加することができないようになっています。現在はこの3つのみね私が普段行っていますので、この中からしか選べないようになっています。今回はねどうしようもありませんので、これをねちょっと選んでおきたいと思いますが、先ほどのリストの中にあるものから選ぶっていう形になります。でよろしければサイドボタンで決定という形になります。じゃあホーム画面のすぐ右側にやはりワークアウトのモードをね画面持ってきたいよっていうことであればどうするかなりますね。この画面にまた切り替えていただいて長押しを押します。そうしますとこの実は右側にこの上矢印がねここにあるのがわかると思います。これ押していただきますと順番をねどんどん入れ替えることができまして、これで一番上に持ってくることができました。じゃあ確認してみたいと思いますが、ホーム画面のすぐ右側にワークアウトの一覧の画面をこちらにすぐねアクセスできるところに持ってくることができました。順番がね入れ替わっていることがわかると思います。ということでね、このように位置を変更したりすることによってより使いやすくすることができますのでね、時間があるときにぜひやってみていただければと思います。
ではワークアウト項目の編集についてご紹介したいと思います。その方法になりますが、このホーム画面が表示されている状態でサイドボタンですね、これを1回押していただきますと、一番上にワークアウトの項目があります。これをタップしていただきますと、現在はこの3つ、屋外ウォーキング、屋内サイクリング、そして自由トレーニングの3つはですね、こちらに貼り付けてあります。それ以外のスポーツモードっていうのはたくさんのものが別にあるんですけど、私の場合は使いませんので、表示しない設定にすでに変更してあります。それどうやってやったかって言いますと、このカスタムっていうところがありまして、ここから入っていただいて、いろいろね、表示するもの、表示しないものを変更することができます。現在は先ほどお伝えしましたように、屋外ウォーキングから自由トレーニングのね、3つになっていますが、まずはこの順番を入れ替えるっていうこともできます。今一番上がですね、屋外ウォーキングになっているんですね。ここ今出てきましたね。では、屋内サイクリング、これを上に持っていきたいなということであれば、この左側のね、この上矢印、押していただくと屋内サイクリングが一番上になりましたね。下矢印っていうのは残念ながらないんですけども、なんとかね、この上矢印をこうやってタップしていくことによって、こうやってね、順番を入れ替えることができます。ではもう一度ね、屋外ウォーキング、やっぱり頻度としては毎日行っていますので、一番上に持ってきました。ではさらにですね、この右側、これ必要なかった場合は削除ってこともできますので、このバッテンをね、押していただければと思います。ではね、この自由トレーニングのところをバッテンを押して削除してみたいと思いますが、削除しますかと出てきましたので、レテンで OK します。そうしますとね、この2つだけというね、ちょっと寂しい感じになってしまいました。では今度は別のスポーツを追加してみたいと思います。このプラスのマークが上にありますね、これをタップしていただきますと、追加基本と出ていますが、多くの方がされるスポーツを前もってね、このように表示されているんじゃないかなと思います。屋外ランニングと一番上に出てきましたので、まずここをチェック入れますね。そして OK を押しますと、屋外ランニングが先ほどのリストの中の一番上に入ってきました。そしてさらに、じゃあ別のものもね、やってみたいなということであれば、この追加のところの下の方を見ていきますと、たくさん出てきますね。ヨガとかピラティスがいろいろありますね。ではね、野球っていうのがありましたので、ちょっと入れてみたいと思います。はい、OK を押しますと、野球がね、一番上に入ってきました。ではこれでいいよっていうことであれば、こちらのサイドボタンを押していただいて決定をします。ではどうなったかと言いますと、サイドボタンを押してワークアウトを開いていただきますと、野球、屋外ランニング、屋外ウォーキング、屋内サイクリングって感じでね、先ほど決めた通りに変更されていることがわかります。では先ほどのこちらのカスタムカードのところね、左側の2つが抜けてしまっていますので、ここを野球と別のスポーツに埋めてみたいと思います。先ほどねご紹介しましたが、ここの画面を長押しをしまして、カスタムを押します。そうしますと、追加できますよっていう感じに出ていますね。左上のプラスをタップすると、先ほどのリストになかったね、野球や屋外ランニングをここから選ぶことができます。では屋外ランニングをまず選びたいと思います。そして左下のところは野球をね、このように選んでみたいと思いますが、こうやってね、追加と削除、編集をね、することができます。また並び替えも合わせてすることができます。右下を野球にしたり、左下のところを屋内サイクリングに変えたりとかね、順番もこういった感じで切り替えることもできます。こうすることによって、よく使うスポーツを集約することもできますので、非常に使いやすくなるんじゃないかなと思いましてね、含めさせていただいています。では次のおすすめ設定になりますが、それはスリープモードになります。ではスリープモードにね、アクセスする方法になりますが、ホーム画面の上から下にスワイプしますとね、月が眠っているマークありますけども、ここを長押しを押していただきます。そうしますとスリープモードに一気にアクセスすることができまして、すでにね、ある時間帯を設定してありますが、これ何なのかと言いますと、スマホに電話の着信があった時に、ファーベイバンド9が着信中メイドしてくれるわけですね。着信中ですよと教えて出てくれます。そして次にね、何かのアプリの通知が届くもの、さらにこの動作、持ち上げて画面を点灯といったね、こういった動作がありますけども、これらの機能が全てオフになることによって、不用意なね、通知によって目覚めることがないように睡眠の質を向上させることができるモードとなっています。ちなみにですね、これオンにしておきますと自動にまずなりまして、睡眠を検知しますとスリープモードに自動的に移行してくれるモードがついています。さらに下を見ていただきますと、時間帯指定というのがありまして、例えば夜の22時から朝
7時までスリープモードをオンにしたいということもできます。その場合はね、このようにオンを設定していただければと思いますし、で、さらに繰り返しというのがありまして、曜日指定もできるようになっています。もう毎日このルーティンでスリープモードを起動させるようにしてあります。必要な方はぜひやってみていただければと思います。というわけで今回、ファーウェイバンド9のおすすめ設定ということでご紹介しましたけども、いかがだったでしょうか。本当にね、いろんな細かい部分かもしれませんが、かゆいところに手が届く機能となっていますのでね、時間があるときにいろいろ調整してみていただければと思います。ただ必ずしもおすすめした通りにすることによって、より便利になるっていうわけではなく、やはりね、一つ一つ自分にとってこれは必要ないっていったものがあると思いますのでね、使いながら調整をね、ぜひしていただければと思います。この動画良かったよということであれば高評価、そしてまだの方はぜひこの機会にチャンネル登録をお願いいたします。ではまた次の動画でお会いしましょう。さよなら。